三冠戦もこれで宮原健人を料理するよ。宮原健人も顔でかいから当たるだろう。もうとにかく全日本プロレスの歴史が動く日、 V10 偉大なる三冠の歴史に新たな名前を刻むのはどっちだ。選手権試合60分一発勝負を行います。2020エキサイトシリーズ開幕戦、東京後楽園ホールよりお届けしております。さあ、いよいよメインイベント、三冠ヘビー級選手権試合です。2005年1月の16日、当時王者であった川田利明、佐々木健介を下しまして10回目の防衛を果たしました。それから約15年の歳月を経て、この記録に並ぶことはできるのか。勝てば32代王者川田利明と並びます。宮原健人の入場です。ついにここまで来ました。歴代1位というその数字、防衛回数、常に一番を志したこの男が、その一番という頂きについにこの日、2020年2月の11日たどり着くことができるのか。三冠ヘビーという頂き、防衛回数というもう一つの頂き、目指すは最高である王者、最高である王者であるからこそナンバーワンにこだわりを見せます。偉大なる王者であった川田利明に並ぶか、この三冠のベルトとともに。俳優としてのデビューも決まりました。公私ともに充実している三冠ヘビー級王者、最高のチャンピオン、目指すは2020年の MVP。 そのためには今日の防衛10回というのは必須要件です。いよいよその舞台に登ろうとしております。宮原健人、Ladies and gentlemen, from red corner, 三冠ヘビー級王者、宮原健人。赤コーナー、本日がデビュー記念日、三冠ヘビー級選手権者、ベクトリーム240ポンド、宮原健人。本日デビュー記念日とコールされました。宮原健人、宮原がデビューの記念日であれば、青柳がデビューした対戦相手は宮原健人であり、ここ後楽園ホールでありました。2014年12月の14日、それから5年の歳月が流れ、いよいよこの舞台に足を踏み入れる、デビュー戦のような心境なんです。期待と不安入り混じっている、ハラハラドキドキ、そんな心境ですよと試合前語ってくれた、初めて三冠への挑戦権を得ました。ベガースをつけて臨みます。三冠ヘビー級チャレンジャー、青柳優馬。青柳優馬。そ
番と大きく新曲をいたしました青柳優馬であります。サバコレフリーはメインレフリー、メインレフリー和田恭平です。チャンピオンベルトの返還です。さあいよいよですね、山本選手、はい、宮原健人が一つですね、はい、また記録に挑戦することになりましたね、はい、勝てば10回の防衛というのはそうですよね、大台ですよね、大台ですね、はい、川田俊明と並ぶわけですからね、はい、まあ、その緊張感もありますし、対戦相手の青柳優馬初めての三冠の挑戦、はい、すんごく緊張してましたね。そうですね、ただなんか僕今青柳選手の入場を見てちょっと鳥肌立っちゃいましたね。おというのはいや、なんか雰囲気がこの1ヶ月で、はい、ガラッと変わって、はあ、いや今なんかなんていうんですか、こう客観的に見て何かやってくれるんじゃないかっていう期待感が今の入場で、はい、すごく感じられましたね。僕はなんかこのコスチュームもね、はい、ちょっと違いますしね。そうですね、レガースをつけてきてますし、はい、レガース、あ、リングシューズですね。あ、リングシューズですか、はい、そうです、リングシューズですね、はい、ちょっとレガースに見えましたが、はい、大変失礼しました。ただその雰囲気はちょっと違いますよね。そうなんですよ、うん、今まであのロングタイツだったんですけど、はい、青柳選手って足めちゃくちゃ太いんですよ。なので今ショートタイツに変わったので、はい、その足の太さが分かると思うんですけど、この方がいいかもしれませんね。そうなんですね。なので意外にみんな気づかなかった場所があらわになったので、はい、これも一つの武器として、やっぱスピンキックもそうですし、はい、この脚力というのは今後武器になっていくんじゃないかなと思いますね。そうですね、はい、まずケントコールです。それに混じるかのように青柳コール、三冠ヘビー級選手権試合、第62代の王者宮原健人、10回目の防衛戦を迎えました。優馬コール、ケントコールですね。ジェイク野村、2度の三冠挑戦を果たしました。後陣を排していたこの青柳、ついにその挑戦権を得たわけであります。まあ、ある意味実力行使ですよね。そうですね、絶対そこのなんていうんですかね、こう自分だけっていう部分の気持ちで絶対持ってたと思うので、はい、それがもうなんていうんですかね、こう青柳優馬らしさ全開で爆発したんじゃないかなと思いますね。なるほどね、はい、まず最強タッグで2人はタッグを組みました、はい、タッグを組むことによってですね、いろんな面が見えてくると思うんです、はい、例えば江本選手であれば田尻選手ですよ、はい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 、やはりこの一緒に戦うのもそうですが、はい、タッグを組むことによって見えてくる部分ってのは多いんですか。ありますよね。しかも僕はその田尻さんと組んでた時っていうか、まあ、今もそうなんですけど、よく一緒に食事行ったり、はい、飲みに行ったりとかっていうのもあるので、はい、講師ともに結構一緒にいる時間が長かったので、もうさらに見えてくるものとかっていうのもありますよね。最強タッグの時には一瞬食事してたらしいですよ、この2人。そうですよね、はい、絶対そうですよね。作戦立てたりとかするはずでしょうし、はい、でいろんな面が見えてくるわけでしょ。ということは相手の弱点も見えてくるわけですか。そうですよね、やっぱ見えてくるでしょうし、はい、もしかしたら青柳優馬はその時から宮原選手を研究してたのかもしれないですよね。もしかしたら、はい、これをやるために最強タッグではパートナーなのに出たのかもかもしれないですね。知れないですよね、はい、この今の青柳優馬を見てたら、はい、本当にそうなんじゃないかなって思ってしまいますよね。あ、なるほどね、はい、ライバルの後陣を排するってのは非常にこの心苦しいでしょ。そうですね、やっぱり俺だってっていう気持ちは絶対持ってるはずなので。2人いてですよ、はい、それぞれが2回3回挑戦してるんですよ、はい、合わせれば4回ですよ、はいはいはい、それ旗から見てるわけじゃないですか。絶対悔しいと思います。しかもその、ね、チャンピオンのセコンドについて見て、はい、チャンピオンのケアをして、はい、絶対悔しかったと思いますね。そうですね、はい、いつか俺だってという思いがこうなったんでしょうかね、はい、あ、三冠ヘビー級選手権試合始まりました。さあ場外戦であります。場外戦も得意にしている三冠ヘビー級、これは誘ったのか、それとも宮原がちょっと勝ち急いだのか。青柳優馬にとってはしてやったりの時間であります。すごく落ち着いて周り見えてますね。そうですね、はい、
試合前はですね、もしかするとデビュー戦のような心境になるかもしれない。そうですよ、そうだったんですね。周りが見えないじゃないですか、はいはいはい、そういった思いになるのかなって言ったんですが、表情を見ている限り何かこの落ち着いてますよね。そうですね、リング上がっちゃえばもう大丈夫になったのかもしれないですね。あ、なるほどね、はい、やはり山口選手、はい、タイトルマッチは独特の雰囲気があるもんですか。ありますね、やっぱりこう大丈夫だと思ってもやっぱ入場前、うん、入場してリング上がった時っていうのはやっぱ、まあ、そういう部分で緊張感を感じるとこっていうのはやっぱ多々あるので、はい、あ、そこでいかにこう自分を落ち着かせるかっていうのは結構タイトルマッチするにあたって大事になってきますよね。あ、なるほどね、はい、さあ腕を1回2回とひねり上げていきます。相手の肘のあたりでしょうか、それとも付け根のあたりでしょうか。さあ一旦エプロンに上がった青柳どうする。ああ、しかし下から迎撃であります、宮原健人。このあたりは冷静沈着さを失ってはおりません、宮原であります。さあそしてヘッドバット、ちょっと待てよ、今日すごいですね、3連発。見た目にはヘッドバットを使うような選手に見えないんですが。そうですね、宮原選手のこのヘッドバットはいつもこう流れを変えたりとか、はい、結構場外で対応してますもんね。食らったことあります？あります。どんな感じなんですか？いや、やっぱ硬いですよね。あ、そうですか。ズンと響くというか。まあ、続きといえば大木金太郎さんでしょ、はい、これはボボブラジルさんでしょ、はい、なんか雰囲気持ってますけどね。あと、まあ、ね、藤丸義明さんもそうですけど、はい、ちょっと違いますもんね、雰囲気がね、宮原はね、はい、ただやっぱ宮原選手も痛がってるので、本人も、あ、相当言ってると思いますね、はい、そうですか。絶戦です。いつもありますが、和田高校レフェリーとの絶戦もあるわけであります。さあ場外戦が有利に展開し始めた三冠ヘビー級王者、ちょっと自爆もあったので心配されたファンも多かったと思います。ここに来て立て直しています、宮原健人であります。今日防衛すれば通算の防衛回数の20回になります。通算防衛回数の記録を持っているのは、三沢光晴選手21回です。それも防御王手をかけることになるわけであります。場外戦はね、若干こう有利に試合を展開していた宮原健人なんですが、はい、まあ青柳も負けてませんね。そうですね、なんかでもこの場外での青柳選手の戦いっぷりを見てたら、なんかこれが本来の青柳優馬だったのかなっていうような気もしますね。ああ、そうですか。おっと担ぎ上げた宮原が、ご覧ください、この宮原の表情、下を出して戻ってきます、してやったりでやります。やっぱここは三冠戦戦ってきている経験、はい、そうですね、やっぱ違いますよね。20回以上タイトルマッチやってるってことですからね。すごいメンタルだと思いますよ。そうですね、はい、さあ入ってらっしゃいと招き入れるポーズであります、宮原健人。さあ青柳どうする。まあ、青柳はまあ、師匠であります北原徳さんのですね、はい、指導を受けましたスピンキックね、はい、これをどこで出してくれた。そうですよね、2月6日の新木場大会で僕見たんですけど、はい、やっぱあの一撃入ったら、はい、青柳優馬取ってしまうんじゃないかなっていう、あの一撃の重さを感じましたね。なるほどね、はい、それを出したいですね、はい、出すタイミングが訪れるのかどうなのか。腕を振って、さあどうする、何を持っていくんだ。おお、膝を支点にして相手の腕、まあこうなるとクラッチしか決めませんからね、はい、自分のスープレックス持ってきませんよね。さあこれは考え抜いた作戦であります、青柳優馬であります。攻めろというファンの声援、これも聞こえてまいります。うまく仕掛け
出ました。青柳、その青柳の攻撃を受け止めた宮原健人であります。会見でも襲撃したのはチャレンジャーである青柳優真、心理戦を仕掛けていきました。それを全部受け止めて今日この一戦、宮原健人であります、最高の王者。さあこの距離は宮原か、おお強烈な膝、青柳がニヤリとしながら前に出る、打ってこい打ってこいと、もっと打ってこいと、ヘッドバットロープに送り込む、これをかました、もう一度今度はどうする、青柳が突っ込んでいきました。ここ一気に行きたいですね、青柳選手は一気に行きたいところ、どうする青柳、何か考えてるんですかね、何か狙ってますかね、表に向く、さあ対角線を使うか、ボディアタックを見せます、青柳優真、さあここからエンドゲームあるぞ、絞り上げていく、絞り上げていく、相手の足がロープだ、まあ、こういったサブミッション、そして蹴り、はい、これからロックスターパスタもありますから、そうですね、腕に注意がいって顔柄空きでスピンキックということもありえますよね。あ、そうですね、さあどのパターンを狙っているんでしょうか、この青柳優真であります。この距離をどう使う青柳、ちょっと厳しい表情に変わったチャンピオン、さあ突っ込んでいくか、体をかわす、今度はビッグブース、セカンドロープの上、もう一度、さあそしてどうするんだ、一旦外に出ます、アームブリーカーの体勢、アームブリーカ ー完全なる腕狙いですね。そうですね、宮原選手かなり苦しそうな表情ですよね。そうですね、はい、ただこの選手はあの本当に苦しいのかどうなのかわからないですね、あのスタミナに自信がありますからね。スタミナすごいですよね。マットを剥がしましたよ。さて青柳は何を狙っているんでしょうか。場外のマットをあえて外します。どうする青柳、一旦エプロンに上がってもう一度相手の腕を取る、あここに落とすんですね。サードロープ、セカンドロープの上上がっておいて狙いを定めて相手の腕をしかしこれはこらえている、宮原もこらえている、下から蹴り飛ばすように宮原であります、転落エプロンに大の字であります、青柳優真、エプロン上の攻防となるのか、それともリングインするのか、両者、左側チャンピオンの宮原、そして右側チャレンジャーの青柳、このエプロンでの攻防一つのポイントになりそうだ、さあ上げるかパイルドライバーか、それともパワーボールでやりましょうか、これは青柳こらえたいですね。いやここはかなり危険ですね、ですよね、腰を落として青柳も逆にリバーススープレックスを狙うか、上げたパイルドライバー、エプロンでのパイルドライバー、刺さりましたね、刺さりましたね、これは厳しい、これはかなり厳しくなりました。青柳真っ逆さまに落とされた、しかし打った宮原もダウンしたままようやく転がり込むように中に入りました。さて青柳は大丈夫か、だいぶ突き刺さりましたからね。そうですね、今場外で大の字、PWF ルールは場外は10カウントであります。宮原選手が一気に流れ引き寄せる可能性がありますね、ありますね、さあ起き上がることができるのか、青柳待ち受ける宮原健人、
あ、ちょっと辛そうですね。首に来ましたかね、これ。だいぶ効いてると思いますね。宮原選手は狙ってますね。狙ってますよね。はい、まあ、入るその最中を狙っているんでしょう。青柳大丈夫か。ようやく立ち上がりましたが、もう獲物を射る鷹の目だ。王者宮原健斗、後ろからブラックアウト、さらにジャマが投げっぱなし、お返しだ。ジャマ、さあ一旦止める、蹴りで止める。鷹の道奥さんも来場しておりました。おそらく最後のアドバイスをされたと思います。それに応えることができますでしょうか。チャレンジャー、挑戦者の青柳優馬であります。共にダウンです。三冠ヘビー級選手権試合、2020年の2月の11日宮原のデビュー記念日。その宮原とデビュー戦を戦ったのがこの青柳優馬。場所は同じ場所、後楽園ホール。2人にとっての運命、運命の糸がこういった形で2人を手繰り寄せたわけであります。右、まず放っていく青柳。今度はチャンピオンがお返しをする。リング中央、ダメージは山本選手、はい、どう見てますか。お互いエルボーの打ち合いってなったら、はい、やっぱ右肘攻め込まれてたんで、青柳選手の方が分があるのかなっては思いますね。ほうほう、はい、それでも打つチャンピオン、やはりね、打った後に肘を押さえましたね。そうですね、うん、青柳優馬前に出るエルボースマッシュ、下からのかち上げ。スピンキックからの流れ、おヘルトバス。さあ起きてこいよと、これは王者にとってはちょっと屈辱的なシーンだ。さあ来いよと、来いよと、来いと、打ってこいよと、あえて打たしてますがね。青柳選手はなんかこの1ヶ月間こう心理的な揺さぶりがすごく、はい、なんかこう上手というか、はい、やっぱこう自分の雰囲気に持っていこうっていう、はい、なんかそういうのが見られるようになってきましたね。なるほどね、やはり打たれ強いですね。あれだけ食らってもですね、奪い出てます。いやいや、まだなんか余裕が見えますね、はい、ありますよね。さあジャーマンスープレックスホールド、おっと、ロコモーション的に持っていくのか。ジャーマンスープレックスホールド、まだホールにはいかない。繰り返すこと3回、どうだ、持っていく、ジャーマンスープレックスホールド、カウントバツ。綺麗な演技、今日は3回。まあこの後ですね、はい、はい、しかし先ほど の、 あのパイルドライバーの影響でしょうね。首かなり気にしてますね。そうですね、だいぶ気にしてますよね。じゃあ大きく一つ深呼吸をしまして宮原の元へ。さあロックスターバスターへの布石か、唐突に持っていったがどうだ。王者はこれを察知しているようだ。王者ブレンバスター、垂直落下式のブレンバスターであります。何か一つ仕掛けがあってロックスターバスター行きたかったですね。そうですね、ちょっと呼ばれた感がありましたね。やっぱそこはずっと三冠戦戦ってきている経験っていうのがやっぱ違いますよね。そうですね、はい、後頭部へのブラックアウト、今日何発目かですね、ね、はい、さあここから2段式のジャーマンだ。ジャーマンスープレックスホールド、これはどうだ、カウント。やはり肘 気にしてますからね。いつもほどしっかりとホールドできるのかどうなのかですね。そうですよね。さあまた狙いを定めている。あーちょっとふらついている青柳。さあ
とダウンへの布石だ。これを組まれてしまってはバンジキュース、こらえてます、こらえてます、懸命にこらえる。宮原は狙う、組めばもう俺の勝ちが決まる。10回の防衛が見えてくる。掴んだ、おお、肘、相手の肘へくるりと丸め込んで、ジャパネーズレッグロールクラッチはチャレンジャーカウントは2。さあ来た、さあエンドゲーム、エンドゲームだ。絞り込む、このどうですか、入り具合はどうですか。入り具合はまだ甘いんですけど、今リング中央なので、そうですね、決まり具合によってはこれ取っちゃう可能性ありますよね、はい、さあどうでしょう、一気にいけるか、一気にいけるか、締め上げる青柳、おお、決まるか、決まったか、あ、どうだ、入った、おお、あ、どうだ、これで決まるぞ、これまずいんじゃないですか、締め上げていく、エンドゲームで締め上げる、取ったか、取るか、取るか、左の手が伸びる、だいぶ決まってますね、これ決まってますね、20分経過、ロープが近くなってロープブレイク、多分紙一重だと思いますね、はい、まあ、ここまでダメージを与えたんですが、ここからまたね、間を空けずに攻めたいところですね、そうですね、12分にダメージを与えました。なんとか足が伸びた宮原健人であります。いけるか、青柳、さあレフリーがチェックに入る。てないのと、インデフリー、名誉レフリーの和田恭平、ロックスターバスター、ほら、来た、今日正面から強烈な膝ブラックアウトが決まった。今のはモロに入りましたね、入りましたね、自らに勝ちを得る王者宮原健人、だいぶ右腕痛そうですね、でもですね、はい、正面からブラックアウト、さあこれで抑えた宮原、どうだ、さあ王者が息をしっかりしてまいりました、バックを取るぞ、バックを取る、さあさあクラッチできれば10回目の防衛、こらえています、こらえています、取った取った、ここがいた、さあもう一度エルボー、もう一度エルボー、決まった、決まった、北原光輝的なスピンキック、これはどうだ、チャレンジャー、これを返された、さあちょっと頭を抱えたぞ青柳、この先がちょっと青柳選手大事になってきますよね、宮原選手本当にスタミナがありますね、はい、さあ次はどうするんだ青柳、もう一度スピンキックか、それともロックスターバスターか、投げにこだわるか青柳優馬、さあそれとも絞り上げていくのか、ロックスターバスターの体勢に入る、さあもう一度バックを取る、エアスピンキックかます、ブラックアウトでお返しであります、
さあ、お、何を持ってくる、何を持っていく、このままペディグリーのように抑えて、カウントはどうだ、カウントは2、さあ三度チャレンジをいたします。シャットダウンいけるか、青柳も懸命にこらえている、嫌がる青柳、狙う宮原、ああ取った、さあこれで決めるか、決まった、抑えてカウントは3つ、ついに並んで10回目、24分10秒、宮原健太の勝ち。まあもうクラッチできれば勝てるという自信があるんでしょうね。そうですね、でもよくあの右肘でクラッチ離さずに出ましたね、来ましたよね。いや青柳選手も本当取ってもおかしくなかったような、そうでしたね、本当に最後のそのスピンキックからのロックスターバスターの流れは取ったんじゃないかなと思いましたね。取ったんですけれどもね、はい、あそれをこらえて最後は宮原健人シャットダウンスープレックス、これによりましてついに、川田俊明と並ぶ歴代1位の防衛回数に並びました。しかしですね、はい、宮原の下の世代といってはちょっと語弊があるかな、この野村であったりジェイクであったり、はい、青柳もうかなり肉薄してますよね。そうですね、その3人の競争にもなってきますよね。そのまた誰が三冠チャンピオンを倒すとか、はい、誰が先に倒すかっていう、そうですよね、はい、でもその草間選手、石川選手、ゼウス選手とか、はい、そこの選手たちも黙ってないでしょうし、はい、はい、そしてあの先ほど休憩中にチャンピオンカーニバルの発表もありましたね。あ、そうですね、はいはいはい、まあ、それもありますから、いろんな選手がこの宮原の隙を狙ってですね、そうですよね、また新たな戦いに、ね、はい、挑んでくるかと思います、はい、まず記録に到達したシーンでいったのは岩本選手、選手としてどうなんですか、一つの記録に並んだよ、トップに並んだよっていう、どんな心境なんですかね。多分やっぱ到達するまでのその今日が V10 だったので、はい、その一歩手前で感じるプレッシャーっていうのは多分相当あったんじゃないかなって、やっぱり比べられるじゃないですか、その V10 を持っていた川田さんの記録と今日 V10 達成するのかって、やっぱ比べられるプレッシャーっていうのは相当宮原選手本人は感じていたのかなとは思いますけど、うん、でも宮原選手のメンタル見てる限り、はい、ケロッとしてるようにも見えるので、あ、実際どうなのかなっていうのは思いますよね。本人に聞かなきゃ分かってない、ね、そうですね、うん、まあ今日家に帰って、はい、ほっとした時に感情が芽生えるかもしれない、ね、そうですね。さあ見事10回目の防衛を果たしました宮原健人であります。なんか勝ったら青柳選手に言いたいことあるって言ってましたよね。そうなんですね、言ってましたね。気になりますね、はい、おい青柳優馬、お前に一つ言いたいことがある。お前は今日をもってネクストリム追放だ。このタイトルマッチが決まって、お前はすげえいい顔してたじゃねえか、この野郎。俺が見たことない顔をいくつも見てきた。青柳優馬、もう宮原健人に近くにいる必要はねえ。追放じゃねえな、卒業だ。次からは対角線に立って、この全日本プロレスを俺らの世代で盛り上げようじゃねえか。
これでいいのかもしれませんね。そうですね、はい、対角線に立つわけですからね、はい、正式にね、またもしかしたら俺が卒業という前に辞める気だったかもな。それはさておき、V10 を果たした。この歴史を犯した男にベルトを巻いていただこうか。奥田レフリーがジャーマンってことだったんですね。ちょっと期待しちゃいましたけど、まあ、ジャーマンという声が漏れましたからね。紛れもなく歴史を動かした男、宮原健人が後楽園に帰ってきたぜ。この全日本プロレスの歴史上ナンバーワンだ。紛れもなく全日本プロレスの歴史上最も最高のチャンピオンはこの俺だ。今のシンボルは宮原健人で決まりだ。もうこの2020年も宮原健人が独走させていただく。もし俺がシンボルだということに威厳があるレスラーがいるならば出てきてほしいな。2020年のシンボル宮原健人にストップをかけれるやつはいんのか。あー、スワマが来ましたね。まあ、山本選手もっと正すとですね、はい、スワマ欠場の時にチャンピオンになったのが宮原ですからね。あー、そうですよね、しかも世界タッグ王者で石川選手と互換戦をやりたいっていう話もしてますもんね、うん、はい、その三冠防衛記録これ以上更新させるわけにはいかない。俺がその記録をストップしてやる。俺に挑戦させろ。おい宮原、どっちが全日本プロレスの象徴か、そして全日本プロレスとは何なのか、それが分かる戦いをしたいと思う。答えを聞かせてくれ。おいスワンは出てきたところ悪いけどな、今のシンボルはな、日本全国の皆様にお聞きしてもな、間違いなく俺だろう。おい、俺が受けるか受けないかは今日ご来場のお客様に聞く。間違いなく今のシンボルは宮原健人だ。お前は全日本プロレスを守ってきた男かもしれない。ただ今は俺だ。俺が受けるか受けないかは今日ご来場のお客様の声次第だ。宮原健人 VS スワマの全日本プロレス新旧の戦いを見たいのか見たくないのか、どっちなんだ。
そして宮原健人と諏訪はどちらを求めるんだ。ちょっと分かれましたね。そうですね。面白いじゃねえか。勝負だ。諏訪間は鎌田敏明に鍛えられたんですよ。さあ、はいはいはい。ですからこれ以上更新は許さないって気持ち分かりますね。やっぱなんかこう感じるところがあったってことですよね。おい、しつこいよお前。もう過ぎ去っただろ。おい、メインイベントを締めた俺を差し置いて、なんだその諏訪間コールは。卒業したということはネクストリーム俺しかいない。もはやユニットと名乗っていいのか。ネクストリームに入りたいというやつはいないのか。入りたいやつがいるなら出てこい。誰も来ないですかね。普通誰か出てくるだろうな。プロレスの流れ的に。おい、もはや人望がないところがこの全日本プロレスの嫌われ者かもしれないな。まあシンボル、エースというのは嫌われ者、すなわち孤独を生きる男なんだ。だから俺はこのベルトを巻いている。そしてみんなもご存知の通り、俺はこのリング上で輝く。今日この最高のとこ、宮原健人はプロレスラーになって12年が経ちます。12年前の今日、ここ後楽園ホールでデビューしました。12年間紆余曲折ありながらここにたどり着いた。12年前の少年は12年後にチャンピオンとしてこのリングに立っているとは思っていなかった。何があるかわからない、それがプロレスだ。訂正しよう。12年後にこうなることは分かっていました。13年目の俺に日本中のプロレスファンは何を期待する。この宮原健人に何を期待する。何を期待する。声を聞かせてくれ。みんなの声を聞かせてくれ。まあそれぞれ言いたいことはあるんでしょうけど、まあ13年目もこの第62代歴史を動かした男、宮原健人がこの全日本プロレスの中心にいることは間違いない。諏訪間、勝負だ。
以上です。ズワマが出てきたっていうのもね、なんとなくこの全日本プロレスの長い歴史を感じさせる。そうですね、歴史をすごく感じますし、感じる一戦になりますよね。そうですね、はい、まずは、まあ、歴代1位おめでとうと言った部分と、はい、まあ、本人は最高な王者ですから、並ぶ1位ではなくて単独の1位を目指すと思うんですね。そうですね。で、次回取れば、はい、今度は最多通算防衛回数に並ぶんです。そうですよね。三沢光晴選手ね、はい、でそれを超えていくと本当にも真の意味のもうこの人しかなくて、ね、そうですよね。どんどん更新していく形になっていくということですよね。そうですね。まあでもそれ成し得るかもしれませんしね。そうですよね。ただ一部には宮原だけじゃないぞっていう部分もね、はい、ファンもそうでしょうし、特に選手がね、選手は誰しもが思ってると思いますね、はい、俺もあの頂に組んだ、そのためにプロレスラーになったんだというね。そうですよね。やっぱ目指すところはやっぱ頂点でしょうし、はいはい、まあ、それは同じチャンピオンである宮本選手がよく分かっていることと思います、はい、改めて宮原健人というプロレスラーを見て何をお感じになりますか。いや、 やっぱりこうスタミナはやっぱもう見たまんまやっぱ、はい、化け物級のスタミナですし、やっぱこう攻め込まれてもやっぱこうタイトルマッチを戦ってきている経験があるので、はい、やっぱこう自分の流れを引き寄せるタイミングっていうのをやっぱ知ってますよね。なるほどね、はい、まあ、何度か戦った経験も終わりだと思うんですけれども、はい、戦ってみて感じることって何かあります？なんか軽やかなんですけど重いんですよね。あー、そうですか。はい、まあそういった、まあ、緩急の使い分けであるとかね。そうですね、はい、うん、まあ、そういったところがすごいチャンピオンなのかもしれませんね。はい、そうですね、はい、まあ、最初の防衛回数は8回でした。いや、それでもすごいですよね、はい、それでもすごいんですが、はい、届きそうで届かなかった、悔しかったと思いますよ。で、何とかトライをして ね、はい、やっとこの62代のチャンピオンになって、はい、川田俊明という名レスラーの位置に達したという ね、 そうですね。8回防衛してもう1回積み上げて10回いくって相当すごいことですよ。そうですね、はい、まあ、それを成し得たわけですから、そうですね、まあ、頭が下がりますね、はい、まあ、本人はこれで飽き足らずですね、まだまだ高みを目指している、はい、そうですよね、うん、いうことになるわけです。三冠ヘビー級選手権試合、王者宮原健人が挑戦者青柳優馬を下しまして見事10回目の防衛を果たした、そのシーンを皆様にはお届けしたわけであります。後楽園で生まれ、そして後楽園で記録樹立というのも本人にとって運命的ですよね。そうですね、はい、あ、まあ、非常にね、また記念すべきいい日であるというふうに思いますので、はい、今後とも全日本プロレス、そして宮原健人、よろしくお願いいたします。はい、本日は最後までご観戦誠にありがとうございました。この試合をもちまして本日の試合は全て終了でございます。お帰りの際はお忘れ物の内容をお忘れ物にお気をつけてお帰りください。プレゼントがあります。この後発表するキーワードに答えてスペシャルグッズを抽選でプレゼントいたします。応募要項は全日本プロレス TV 公式ツイッターアカウントをフォロー、全日本プロレス TV 公式ツイッターアカウントへダイレクトメールで全日本プロレス TV に登録しているニックネーム、ログイン ID、 キーワードを記載して応募してください。当選者にはダイレクトメールで
当選通知をお送りいたします。それでは岩本選手、はい、キーワードをどうぞ。 V10、 これがキーワードになりますので、皆様どしどしお寄せいただきたいと思います。たくさんの方の応募をお待ちしております。お送りしてまいりました2020エキサイトシリーズ開幕戦、東京後楽園ホールよりお届けいたしました。解説は岩本浩二選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日鍵の高彦でお送りいたしました。それではこの辺りで失礼します。